第20回目の配信でございます。20回、多分5ヶ月ですか、このコロナ禍の間で始めまして5ヶ月、よくお付き合いいただきましてありがとうございます。この後も、少しずつですが続けてはいきたいと思っております。というわけで、今回20回目、前回も少しお話をしましたが、記念ということで、ちょっと変わった趣向で、地唄の黒髪を、ご覧いただきたいと思います。この黒髪なんですけれども、うちの流儀には、昔からあります子供の用の振りと大人の振り、そして、うちの祖母が、若津屋師匠のために作りました、手紙を持った振りがございます。でいうことで、今回は、その若津屋さんのおっさんの、手紙を、使った、振りで、皆様にご覧いただこうと思います。それでは地唄黒髪どうぞご覧ください。
三味線と歌を担当いたしまして、次男の勘が、鐘の音と雪音が後半聞こえてきたと思うんですけれども、それを担当してもううちうちで、家の中だけでこの曲を一曲、皆様にご覧いただきました。まあ、子どもたちも私も含めなんですけれども、子どもの頃から、いろいろと、鳴り物をやったり三味線を習ったり未だにこう習いに行ったりしてるんです。ですので、今回も菊原浩二先生には大変お世話になりまして、今回歌って弾くことも許していただきまして本当に感謝申し上げます。また何かこのような機会がありましたら、家族で何か発信するかも分かりません。まだまだ何かいろんなことができそうな気もしますので、またお楽しみにしてくださいませ。本日はご視聴ありがとうございました。